来た。こんにちは。こんばんはか。やっほー。今日はまな板と包丁がここにあるということはお夕飯作りです。あ、ホワイトデー。ホワイトデーのイベントだって。ホワイトデーのやつ出てきた。ホワイトデーです。ホワイトデーだから、はい、ホワイトデーのお返しの料理します。ホワイトデーハンバーグ作ります。でもハンバーグって玉ねぎ炒めなきゃいけないじゃん。忘れてた。玉ねぎ今から切る。ドーン。そんなことより聞いてください。ホワイトデーギフトありがとうございます。ありがとう、嬉しい。たくさんハートもありがとうございます。その前に聞いてください。今日劇場にメイク道具全部忘れました。全部やりっぱで忘れちゃった。メイクルームに机の荷物をさ全部片した後に、なんか忘れてんなって思ったけど、ふわーっとしながら劇場出たんですけど、さっき気づいた。ファンデーションもない。明日仕事あるのに、朝午前中メイクしてお仕事行くのにメイク道具なくて、取り行こうか迷ったけど、でももうめんどくさくて明日スタッフさんに、明日一緒にお仕事で会うスタッフさんに持ってきてもらうことにしました。明日の朝だからもう移動中にメイクする。絶対メイク雑になる。一式全部忘れた。明日必要なのに。明日おしゃべり会もあるし、やばい。いやー、取り行こうか迷うんだ。でももう外暗いし、暗いかな。家にあるリップこれしかない。いやー、でもスタッフさん持ってきてくれないかなって、今日なんか帰りに持ってきてくれないかなって思ったんだけど、さすがに言えませんでした。持ってきてくださいとは。明日のお仕事の時に持ってきてもらう。黒髪だから赤が映えますね。クッキーありがとうございます。ピンでおしゃべり会でいいですか。でもその前にお仕事があるから早くしなきゃなのに、どうしよう。まあいっか本当にこのテロップ出そう。黒髪じゃないんですよね。でもね、グリーンなんですよ。グリーンを入れたのだから黒染めって感じじゃないでしょう。なんかおしゃれな黒じゃないですか。似合うって言われて嬉しい、みんなに。なんとかなりますね。なんとかなるよね。ってことは明日朝ゆっくりしてすっぴんで家出ればいいんでしょう。嬉しいその後急ぐことになるけど、うん、幼く見える。確かにベルサイユのバラっぽいまつげグリングリンだもんね、巻き巻きで。んー、じゃあ今日はホワイトデー、いやホワイトデーでもまだか、ホワイトデーのお返しってことで。でもハンバーグ、でもさ玉ねぎ炒めるとき、玉ねぎ炒めるときちょっと席離れちゃうから、つなげといてくれる人
遠い。あー、レンチンでいける。ホワチョデーの装い、ホワイトデーってことにしよう。じゃあホワイトデー。悟空の発想、悟空の発想って言われた。なんとかなる。じゃあ作っていくよ。なんかなんで今日こんな可愛い服着てるんだろう。最近買い物毎日のようにしてたけど今日だけしてないんですよ。なのになんか服着ちゃった。髪染めたからなんか気合入ってたのかも。え、なんか何これ、パ、なんかスイーツいっぱい乗ってるけど何、美味しそう。最近食欲やばい、ここ1週間ぐらい。え、玉ねぎレンチンでいく。でもシャリシャリシャキシャキして苦くない？苦いじゃない？辛くない？ちょっと黒髪に合わせたらね、ピンクのリップがなんかあんまり合わなくて、シャドウもちょっと今日ね暗めにしたらね褒められた。誰かに、誰だっけ、あ、誰だっけ、誰か、マッシーかひのちゃんか誰かにレイジャーさん今日シャドウめっちゃいいですって言ってもらいました。やっぱ髪色って本当に変わる。メイクとかも肌の色もなんか白く見えません？いつもより。でもやっぱ似合うのは明るいのかなって思う。自分の顔に合ってるのは。遠いな、はい、画面が。電池すると刻むときに涙。あ、チンしてから切んの？手洗ってきたけどまた手洗うか。でもこれある、じゃん。お肉はね250g あります。2人前くらいかな。さっき牛乳開けてんの忘れてて、なんか普通に横にして持っちゃってめっちゃこぼした。今日の朝開けた。作るか。いや、このお肉ね一昨日買って今日作ろう明日作ろうと思ってて、もう今日賞味期限迫っちゃって、そうすぐ冷凍庫入れなかったから引いたっちゃったから賞味期限内に食べようって思って冷凍しないで、それが今日だったんで今日作ります。あ、レンチンしてから軽く炒める、確かにそれは時短ですね。そうした、手洗ってきますね。玉ねぎ1個でちっちゃめだから、エプロン着た方がいいかな。エプロンこれなんか洗濯しない気がするんだけど、エプロン本当に配信の時しかしないビジネスエプロンです。配信の時しか
2回ぐらいしたことあるかな。ファンの方からいただきました。このエプロンが清潔かどうかは分かんないんですけど、まあ服汚さないために。より配信したかったんだよね。より配信ってことじゃないけど、こねるだけだけど。玉ねぎ小さめ、小さめなので全部使っちゃいます。大きさわかる？小さいですよね、これ。これぐらい手で握れるぐらい。安かったので。それでは失礼します。涙出したくない。うわもう臭い。泣かせに来てます。これ全部使っても少ないぐらいかな。間違えた。みじん切りできるかな、苦手なんだよな。ちっちゃくてやりづらくない？これ入り口まで切り込み入れて、もう一気に細かくやりたいので結構切り込み入れます。いきます。座って包丁使ったことないから、なんか美容系 YouTuber みたい。ここまで来たらもうさ、なんか意外と涙出ないんだけど。もう怖い。どうも適当に。結局最後こうなるよね。半分もやっちゃいます。恥ずかしいですよね、これ見てるの。ドキドキしそう。
まあメイク道具を忘れたのがちでショックです。誰か届けて。いや気が向いたら取りに行こっかな。気向くわけないよねこの時間から。こんなに早く家に着けてるの。今日は早くお風呂入ります。やばい、来た。来てる来てる。これさ、鼻の匂いから来るよね、多分。目じゃないんだよね、確か鼻にって。だからゴーグルとかさ、小さい子とか言ったけどあんま意味ないみたいな。マスクがいいんだろうね、多分。マスクすればよかった。なんか多くない？玉ねぎ。いっか。玉ねぎ大好き。見られてるとちょっと緊張しちゃう。できた。割と細かくなりました。じゃあこれをレンジでチンして、じゃん。怖かったですか？でも涙は意外と大丈夫だった。ちょっと草これをチンする。ピーマンもね、焼きたいんだった。生活音ちょっと目しびる。でも焼いてからだよね、これ入れるのは。ピーマンだけど、ピーマンのあのあれ作る、無限ピーマン、ハンバーグの副菜。でも今日なんかめっちゃ食べてる。昨日配信してた時に見てた方分かると思うんですけど、朝はパン2個食べて、お昼は普通にお仕事でお弁当出て、
もう半分も食べてない。でも帰ってきてから桜餅を食べました。昨日コンビニに行って桜餅を見つけて、うわ春だって思って、気づいたらレジに持ってってた。キンキンに冷えた桜餅がね大好き。フードプロフェッサーってなんだっけ。てか玉ねぎの匂い、はい、とてもすごいしょぼしてる。フライパンを温めてます。ピーマンってさ、順序何が正解。半分に切って種くり抜いてきます。そして玉ねぎを炒めてきます。チンしたからすぐ炒まります。この玉ねぎ辛い匂いする。すごい、結構離れてるな画面。みんなトークでつなげといて。もう玉ねぎだけでいいんじゃない。あれ、玉ねぎって塩コショウするっけ。でもチンしたから、ほんとちょっと焦げ目ついたらもういいですかね。
玉ねぎ完了。飴色になりました。チンすると早いですね。玉ねぎをちょっと冷ましてる間にピーマンを入れます。また後で使います。ハンバーグこねるとき。じゃあこれを冷ましてるうちにちょっとフライパンだけ置いて、無限ピーマンを作るよ。それがない。私お皿本当にないんですよね。全部100均の無限ピーマン作ります。ちょっとびちょびちょだけど後で拭こう。じゃあ何切りかな。細めに切って、もうちょっと細くていいか。きゅうりみたい。玉ねぎもね安くなってたんですよね。ピーマンと玉ねぎが安くなってるのを見てハンバーグをなんか作ろうと思った。ピーマンの肉詰めでもよかったけど肉に、ね、詰めるのってめんどくさいんですよね意外と。2個しか買ってない。もっとツンタ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 ンって切りたい。だけ。あ、ほら、ふざけてたら太くなっちゃった。
この音いいですよね、包丁の。ピーマン苦手な人ね多いね。私のママも苦手。ピーマンは本当に美味しいだよ。この無限ピーマンは絶対にピーマン苦手でも食べれる。ツナと一緒に食べるんですけど、味付けは何がいいかな。鶏ガラと醤油とごま振りかけて。無限ピーマンもごちんするだけですからね。めっちゃ楽。マネー別に冷めなくてもいいですよこれね。いやでもこのお皿で無限ピーマン作りたいから後で。じゃあもういきます。お肉をズドンとします。ドーン。バーン。卵とパン粉、卵もいきます。辛い。はい、パン粉、縦切りにすると苦くない。そうなんだ。横に切っちゃったけど、でも苦いのが好きだから。私どれぐらいを、3、4、5、パン粉は多め、少ないですかね。これ250だからこんなもん。達人レベル。肉入れるの達人。牛乳でちょっとふやかして、でもパン粉って別に多くても少なくてもさ、何の意味があるんだろうこれ。いつも分かんないパン粉をやる意味。でもちょっとひたひたにした方がいい。もっとひたひたにしなきゃですよねこれね。もうちょっとですよね。うわいい匂い。このパン粉絶対賞味期限切れてる。ペチ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 、ズドーン。ちょいと手を洗ってくる。あ、ナツメグね。ナツメグあります多分。でも賞味期限切れてる。
集めがあった。じゃあこねます。これパン粉少ないかな。教えて。見てたらお腹減ってきたね。うまそう生肉。ネギトロ、ネギトロにしか見えないんだけど。なんかさ、コメントめっちゃ遅い。あ、上まで行ってなかったんだ。ちょうどいいかな。ホワイトデーといえばハンバーグだよね。そうだよね。ハートのハンバーグとか作っちゃったりして。いやでも男の人が渡すものだもんな。バレンタインどちらかというと。でもバレンタインちょっと何もできなかったので、あんまり。ちょっとアイナのタンプレ、誕生日。え、玉ねぎ忘れた。危な。全然間に合うけど。こねこねタイム。夏目くんもちょっと人入れました。ちょっとだけ、まあ入れすぎたかな。温かい玉ねぎ。夏目くんマジで味変わる。ご飯炊いてないわ。今日は作るところまでご飯なきゃった、うん、美味しそう。あれ塩コショウ入れたっけ。お肉買いに行きたいな。入れてない、入れてないっけ。あ、ナツメグしか入れてないっけ。おしゃれジオです。胡椒、ブラックペッパーしかないんだよな。でもブラックペッパー、この手袋も全然ダメ。形だけ作って
飯炊く時間があるから。食べるところはちょっと見せられない。できたら写真載せますね。何個ぐらいいけるかねこれね。もういいかな。なんか粘り気出てるな結構。だけあります。いやでも冷凍しとく。これで全部私作るときに真ん中へこます。あ、それ小さい頃にママに聞いて知ってます。空気を入れるみたいだね。OK、 じゃあ形作りたいと思います。これだけちょっとしてくる。形作ってどこに置こうかな。無限ピーマン。無限ピーマンこっちで作る。焼くのはもうちょっと先なのでラップの方がいいか。これでさハンバーグをさ形作ってさご飯を炊いてる間にお風呂に入ってお風呂に上がってご飯食べたらもうなんか最高じゃない。でももう7時か。今日1時間かかるな全部終わるのに。ご飯の方が先に炊ける。あーメイク道具劇場に忘れたのめっちゃショック。形作るの手がいいよね。手の方が愛情がこもるので手でやっていきます。ラップちょっと何個か出した。
ハートにします。ちょっと恥ずかしいんですけど、おいしくなーれ、おいしくなーれ。なんかブラックペッパーがなんかおしゃれ。でもハートにするのさ、いや、ちっちゃいののハートにしよう。これは普通にする。めっちゃちっちゃいハート作る。なんか失敗しそう、大きいハート。いや、ちっちゃい方が失敗するか。いや、でっかいハートの方がいいな。ちっちゃい方が難しそう、やっぱり。思ったよりもへこませといた方がなんか形綺麗になりそう。これできるかな、ちゃんと。ちょっと分厚いかな。あと、いや、リンゴなんだけど。リンゴ削る。こっちが。でも分厚すぎると焼くの時間かかるから平べったくしたい。ってなるとめちゃでかいハートになる。良さげになってきた。ここに時間かけすぎ。いや、でもこれは綺麗にやりたい。もう工作なんだっけ。あ、ほらほら、いい感じ。で、真ん中に穴開けて。これちゃんと火通るかな。割と分厚い。じゃーん。もう一個も作っちゃうね。厚みあるよね。ちょっと時間かかるよね、焼くの。潰せば一個焼くとき。え、めっちゃ巨大、かわいい。だよね、もう少し潰しまーす。いや、でもなんか大きくて可愛いかもしれない。逆に、いや、これでも熱い。見えます？どう？思ったよりでかいんだけど。この厚さならどうかな。なんか第一関節の3分の1ぐらい。いや、こんな綺麗に作ったらね、
うまく焼きたいな、楽しみ焼くの。これも1個で良さそう。じゃあもうあとは適当に、もうでっかいの2個でいっか。てか割とちっちゃい。これはもう冷凍しよっかな、今日はハートだけにして。うまく焼けるかな。小さい頃ママってよく作ったな。あと一つだ。溶けない。オッケー。じゃあ洗ってきます。は冷凍庫に入れる。ハート以外で、ハート焼くの緊張するな。これ焼けんの本当に。ちょっと焼いて崩れたらだから焼く前に写真撮っとこう。ハートにしたっていう証拠をね。この時点ではすごく綺麗なハートです。おお。ほら、復唱できるかな。
っちゃいい。ガチで気をつけます。これは今から焼きます。ここ開くみたい。こっち持ってとく。ではツナを入れます。ワイスプーンとかない。ピーマンでピーマンで油ごと入れる。ツナって油に栄養あるんだよ、知ってました？ダイエットとかで油抜いたりすることあるけど、油はいい油です。ツナの油は確かなんか聞いたことある。鶏ガラを一、うわぁてへ鶏ガラってなんでこんな口大きいの。めっちゃ出る。にふりしょうゆひと回し。ごま油、ごま油は本当にちょっとの一回し。こちらを混ぜ混ぜしてチンするだけです。もうあっちで混ぜてきちゃいますね。はい、味付けはね後から足せるから。あ、でもな鶏ガラ普通に多い。混ぜて2分ぐらい。1分40秒にしました。絶対おいしい。ハンバーグもあっち持ってきちゃう。これはもう冷凍庫にしまってきます。レンジ作った人尊敬。分かる。レンジって本当に神。何でもできて何でもできちゃう。
だどうだ、じゃん、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、やばい、もう美味しい、うわうまっ、おめっちゃうまい。これがね、本出汁でなんか本出汁でマヨネーズを、ね、つけてもめっちゃうまい。でもこれマヨネーズね足したいな。ちょっといただきます、味見味見、いただきます。うん、うまっ、めっちゃちょうどいい。いやでもごま油足したい。うん、やっぱ鶏ガラ入れすぎた、うまい。これにごまかけて、いやでもマヨネーズなんて合わないわけないけど、なんかどんどんカロリー高くなっていくので、菜箸だから、これは本当の菜箸です。いつも箸でかいって言われるけど、これは菜箸。ごまかけたらもう完璧です。もういつも出すぎるこのごま、びっくりした、ピーマン挟まってるかと思った、爪にネイルだった。トイロのさりげなネイル、はい、これでごまを混ぜ合わせたら、じゃん、無限ピーマンの完成。本当にすぐ食べ終わっちゃう、うん、鶏ガラスープ、味めっちゃ濃い、うん、やばい、無限に止まらなくなっちゃう、これ味見なのに。食べます、ご飯と一緒に食べます。ご飯炊いてお風呂入って食べます。ママがいたらさ、お風呂入ってる間に焼いてくれて、出たらもうすぐ できてるっていう幸せな状態だったけど、そうはいかないので、今日はね、今日はお仕事っていうか劇場でパフォーマンスをしてきたんですけど、なんでして足がつるかと思ったんですけど大丈夫です。なんでしてきたかっていうと、新潟、長岡市の秋葉中学校の生徒の皆さんが、中学2年生かな、修学旅行中で、今その修学旅行の行事の一環としていろんなところ回ってる中で、その一つに NGT48 劇場を見学しに来てくれて、そう、それで全然人数は少ないんだけど、何人かで劇場でパフォーマンスして、ちょっと生徒の皆さんの質問に答えたりしてみたいな、そういうイベントが実はあったんです今
記念撮影とかもステージ上でして、すごい今日私めっちゃ楽しみにしてたんですけど、でも中学生が想像以上に大人びてて、みんなめちゃくちゃ可愛かった。でもすごい男子とかさ、やっぱアイドルが目の前にいるから、おいお前盛り上げるよみたいな感じで、なんかちょっとなんていうの、冷やかしみたいな声もね聞こえてたんですよ、ステージ上がる前に、本番前に。なんですけど本番始まったらもう全員めっちゃ静かめっちゃ緊張してるの伝わってきて、私もめっちゃ緊張したんですけど、今までステージ劇場公演のステージ立った中で一番緊張した。本当になんか歌も思うように歌えないぐらい緊張してて、でもだんだん温まってきて、最後にはみんなすごいわーって笑いながら集合撮影したんですけど、記念撮影。めちゃくちゃでも学校でね、修学旅行っていう大事なね時間を使って NGT 劇場に来てくれるっていう、めちゃくちゃ嬉しいですよね。すごい NGT 好きな子かなもいたみたいで、めちゃくちゃ感動したって言ってくれる女の子とかもいたり、なんかちょっと誰が可愛かったみたいな話男子中学生がいたり、可愛かったですね。本当に女の子がめっちゃみんないい子で可愛かった。男の子とか一クラスはこれ多分学校の集合写真あるあるだと思うけど、集合写真の時に前に行きたくないみたいな、一列目に、いやいやだ俺絶対行きたくない後ろでいいみたいな、そういうあるじゃないですか、一番前に行きたくないみたいな、やだやだみたいな、そういうやり取りとか見て懐かしいって思いました。一列目に行きたからない、かたくなに行きたくならないことを、もうステージ上がった瞬間もドセンターに来ることを、すごいいろんな子がいました。本当に懐かしい気持ちになりましたね。中学生かわいい、男子静かにして、いやでもなんか男子の方がなんかワイワイ系だ、女子が結構控えめな感じだったかもしれない。男子静かにしてっていうのは見なかった神辺です。本当に修学旅行で劇場ってね、いい、逆にいいんですかって感じだけど、でも一番喜んでたのは学校のなんかどっかのクラスの1組の担任の先生が一番なんか喜んでました、イエーイってみんなちょっとね先生に引くぐらい先生めっちゃテンション上がってて面白かったです。バイバイってお見送りもしたんですけど、最後にバイバイしたのが先生っていう、一番最後まで後ろにいたそのすごい元気よかった先生。めちゃくちゃすごく貴重な経験でした。でもなんで来ることになったのかはあれわかんないんですけども、結構いろんなところ回る中での一つってことでね、嬉しいですよね。この後バカウケ王国に、あ、せんべい王国に行くって言ってました。いいな、修学旅行、中学の行けてない、新潟のも埼玉のも、埼玉の行くってなった時に転校してきちゃったから、で新潟のはもう仕事で行けないし行きたくなかったので行ってないです。
やっぱ新潟の人せんべい王国行くんですか。でも結構それぞれじゃない？なんか昔マウとか修学旅行で大阪やって USJ 行ったみたいな。学校によるよね。でも本当長岡の遠くの方から新潟まで来てくれて嬉しかった。まあコロナもあるね。コロナもあって行けないんだろうね。遠出できない中で NGT 劇場を来る時間を取ってくれて本当に感謝です。推しメンになってくれた子いるかな。新潟の名所ね。でも私も行ってみたいな。せんべい王国行ったことないんですよね実は。忘れ誰が一番帰ったか絶対褒めてる言ってるかな。でもすごい一人男の子が集合写真私のでステージに上がった瞬間何班かに分かれて集合写真撮ったんですけど、上がった瞬間も私の隣にもうはっみたいな感じで隣に来て、あありがとうねみたいな。その人にはずっと絶対多分狙われてました。めっちゃなんか笑われてた。その男の子ムードメーカーみたいな男の子が隣に来て、身長が167センチもあってめっちゃでかくないですか。中2で普通にこうでした。やっぱでも小さい男の子もめっちゃ可愛かった。絶対伸びるんだろうなみたいな。もう本当に小さい男の子みたいな普通か。まあでも私にとったらでかいんですね。楽しかったです。そう制服を決めに来てもう袖して、でもあとでも中2か、まあ、でも中3高校で伸びる可能性もあるもんね。全然女子が中学生だもんね。女子の方が全然大きいイメージだったもん。中2の頃150なかった。え私小6から150でした。でっかかったんです。なのに気づいたら前から3番目とか。中学上がってから急に背の順前になった。いやーみんな可愛かった。なんか青春だった。思春期で可愛かった。恥ずかしがってて。でも私もなんかめっちゃ緊張したんですよね。メンバーみんな言ってたけど超緊張した。ことで今日はハンバーグ作りをしたんですけど、作るまでで焼くのはちょっとまた後でやって、できたら SNS に載せるみたいな形で楽しみにしてください。焼く前はねこんなに綺麗なんですよ。じゃん。もうちょっとくぼみ作った方がよかったかな。いやでも割れたら怖いからこんなもんですよ。はい、ハートにしました。割れないように頑張んなきゃ。でも今日なんかお腹すいたない。お腹いっぱいでもないけどいろんなものちょこちょこ食べすぎて。ということでまあそろそろお風呂に入って、あご飯炊いてお風呂に入って
上がって焼いて食べるので、そろそろ終わりにしたいと思います。 SNS に載せますね、焼けたら。下ごしらえ、スクールタイム、普通に座るとこうなっちゃう。前かがみで失礼します。ねえ、髪色めっちゃかわいい。なんか透明感ある、緑を入れたので、外の光だともっと透明感すごいんですけど、めちゃくちゃいい感じじゃない。いい匂い。スクールタイム、眉毛がね脱色してるから浮いてる。昨日も言ったけど、寝る。前髪好き、あ、わかる。前髪めっちゃ今日綺麗に塗ったんです。暗いとねやっぱ重めになっちゃうから、オイルちょっと塗ってスカスカ束感前髪にしました。よし、スクショ OK。 ハッピーホワイトデー。はい、オッケーです。私体勢すごいさ、めっちゃだらしない体勢してる。実はということで、皆さん楽しみにしててください。ハンバーグ写真だけど、お付き合いいただきありがとうございました。ランキング読みますね。じゃあ最後にランキング読んで終わります。13位から。13位、かずみねさん、ありがとうございます。12位、サバサンドさん、ありがとうございます。11位、ひろしパパさん、ありがとうございます。10位、ヒンジさん、ありがとうございます。9位、あおいさん、ありがとうございます。8位、みーさん、ありがとうございます。7位、せいじれいなさんがとても心配ですさん、ありがとうございます。6位、ぬっくん、ありがとうございます。5位、リーさん、ありがとうございます。4位、たきめぐさん、ありがとうございます。3位、りっくん、ありがとうございます。2位、しゅうちゃん、ありがとうございます。で第1位、あかしゃちさん、ありがとうございます。最近エアコンつけないでも過ごせるんですよね。それがすごい嬉しい。今日なんか帰ってきて窓を開けて過ごした。エアコンも暖房もヒーターもつけないで。もう春ですね。ネイルも春ですしね。ということで今日もありがとうございました。ギフトもバレンタインのたくさんありがとうございます。バイバーイ、おやすみなさい。